改厳とは、戦時や自然災害、暴動等の緊急事態において、兵力をもって、国内外の一地域あるいは全国を警備する場合に、国民の権利を保障した、憲法を、法律の一部の効力を停止し、行政権、司法権の一部ないし全部を、軍部の指揮下に移行することを言う。軍事法規の一つであり、改厳について規定した法令を、改厳令という。 本来はテロなどによる治安悪化や過激な暴動を中止させるために発令が行われる。非常事態宣言との定義の違いは、改言とは国の立法、司法、行政の一部または全部を軍に一貫させることである。通常の民事法、刑事法の適用は一部または全部停止され、軍法による統治が行われる。また、裁判は、 軍事法廷の管轄となる場合がある。クーデターに伴い、起こした、臨時政府によって発令されることもある。民衆の抗議、デモ等により、政府が危機に陥った際に、反政府勢力を抑える目的で改元が敷かれる、ことがある。また、大規模な自然災害の際には、改元が宣言される場合がある。戦時中であったり、または、 民政政府が機能していなかったり、民政政府が存在しない場合は、改元が敷かれる場合がある。このような例としては、第二次世界大戦後の復興期のドイツと日本、そして米国南北戦争後の南部復興の時代などがある。典型的な改元下では、夜間外出禁止令を伴う。フランス革命中の1791年に、フランスで施行された、 戦場及び防災の持軸分、防御工事等の警察に関する法律を延言とする。また、1848年革命後のプロイセン王国で施行された改元に関する法律がある。共に限定地域において情報を停止し、指揮官手の開かで軍隊を率いて警戒するとされていた。改元司令部2.26事件の際に設置。 大日本帝国憲法制定前の法体系において、改元の対応を規定していたのが1882年8月5日、大上官布告第36号、改元令である。その後、1889年2月11日に、交付された大日本帝国憲法の第14条において、天皇は改元を宣告す。改元の要件及び効力は法律をもって、 これを定むとし、憲法の体系に組み込まれた。このように、戒厳令は、戒厳を規定した法令の名称であり、戒厳の布告により、戒厳令に規定された非常事態措置が適用される、ことになる。従って、戒厳の宣告を行うこと自体を、しばしば、戒厳令をしく、戒厳令下に置くというが、この表現は誤りである。また、東京周辺が、 騒乱状態に陥った際、例えば2 2 6受験時に取られた行政措置を改言ということもあるが、これも正しい表現ではない。なお、日本の現行法には改言に関する規定、改厳例に相当する法令は存在しない。日本の改厳例において、以下の2種類の改言地域区分がかつて存在した。 臨戦地座井戒厳は、日清戦争中の広島市宇品地区、日露戦争中の長崎市、佐世保市、津島、函館市、台湾全域、方古島、真高陽光に敷かれた。一方、合意地座井戒厳が発令された例はない。以上、戒厳令で規定された戒厳の他に、東京周辺にて緊急直令に基づく、いわゆる、 行政改元が宣告された例が3例ある。いずれの場合も、改元例で想定する臨戦、合意の地域には該当しない。そこで緊急直例では、一定の地域に改元例中必要の規定を適用、するとして、改元例の規定を順用したのである。つまり、これらの改元措置は、改元例に根拠を有するのでなく、あくまで緊急直例による、 騒乱鎮圧を目的とした措置だったと考えられる。中華人民共和国では、1989年3月8日、当時チベット自治区統一初期だった、古今東が、ラサゼン氏に、午前0時から、中華人民共和国史上初めての改言を布告した。同年5月19日に64天安が門事件に、伴い、中国共産党政府によって改言が布告された。 続いて、理法首相が、改元の必要性を訴える講話を行った。改元の布告を受けて厳しい報道管制が敷かれ、日本やイギリス、西ドイツなどの西側諸国のテレビ局による、生中継のための改線は、中国共産党によって次々と遮断されていたものの、アメリカの CNN は依然として、世界各国へ向けた生中継を続けていた。香港では、 1922年に香港会員ストライキに対して香港成長によって香港史上初の改厳令が敷かれ1956年10月12日には中国国民統計住民と参合会による総重暴動に際して当時の香港総督によって改厳が布告されたまた1922年に香港では 夜間外出禁止令や検閲などが可能な事実上の戒厳令に近い緊急状況規則条例が定められており、1967年5月24日に文化大革命の影響で起きた香港暴動に対して香港成長が発動し、香港返還後は2019年10月4日に香港政府が逃亡犯条例の改正案を撤回した後も、 収束しないデモ活動に対して56年ぶりに発動した。中華民国では中国国民党の小介石政権下の1949年5月19日に台湾紹介原例が台湾省に布告された。その後、小渓国総統が519緑色運動の高まりを受けて1987年7月15日に解除するまで、 38年間もの長期にわたって施行され続けた。これは20世紀を通じて世界最長の改元である。韓国では改元が布告された例は下記の通り。なお、2016年に発覚した最純実ゲート事件当時、国会によって弾劾訴追された槿恵大統領の悲鳴を憲法裁判所が認めず、反発した国民が暴徒と化した場合、 陸軍が戒厳令を布告し、デモを鎮圧する計画を国軍機、ストム司令部が策定していた事実が明らかになっている。太陽国では、反政府デモが続き2014年5月20日に、戒厳が発令された。2015年4月1日に解除されたが、同時に軍に、戒厳下と同等の権限を認める命令が出された。 ため独裁体制の強化につながるとの批判が出された。フィリピンではイスラム派過激組織アイソル、アブ・サヤフに抗応した武装組織との交戦が拡大し2017年5月25日に南部ミンダナオ島全域に改元が発令された。同年10月23日には戦闘終結宣言が出されたものの2018年までの改元の延長が決定している。 トルコでは2016年7月にトルコ軍の一部がクーデターを起こし、戒厳と外出禁止令を布告したが、最終的に鎮圧された。ポーランドでは1980年に独立自主管理労働組合連帯が結成され、これは社会主義諸国では初となる労働者による自主的かつ全国規模の労働組合であったが、翌年の1981年に、 ポーランド政府は改元を出した。しかし、民主化運動の流れは抑えきれず、1989年の円卓会議により、非社会主義政権が樹立された。1981年に改元を出した、ボイチェフ・ヤルゼルスキ元大統領は、後に、起訴されている。アルゼンチンでは、治安情勢の悪化から1985年10月25日から12月9日まで、 改言が出された。チリでは治安情勢の悪化から1984年11月から1985年6月まで改言が出された。その後、1986年9月にピノチェと大統領暗殺未遂事件が発生したため、再び改言が出されたが翌年1月には全面解除されている。ボリビアでは1986年8月に、 高山労働者によるストライキが発生したため90日間の改元が布告された。コロンビアでは1948年4月9日のボゴタ暴動により1949年11月9日から1958年8月27日まで改元が布告された。 シュニジアでは2011年1月11日に失業の増加や食料価格の高騰などに抗議するデモ隊と治安部隊との衝突の拡大に伴い改元が出された。ギニアでは2007年2月12日に改元が出されたが23日の議会で改元延長を全会一致で否決した。 ソマリアでは2007年に無政府状態となった国内の安定の確保を図るため大統領が改言を発令することを議会が承認した。ありがとうございます。